国技館編に展示されている三代目、若野花の手形花田虎城は、日本のタレント、スポーツキャスター、実業家、元大相撲力士で、第66代横綱の三代目若野花。本名、花田昌猿。東京都杉並区出身で、道中野区育ち。元双子山部屋所属。父は、高野花敏明。母は、藤田紀子。弟は、高野花浩二。 おじは、若野花監子。血液型は、B 型。既婚。1971年1月20日に、高野花俊明の長男として生まれる。人当たりの良い性格で和術にもたけ、高野花孔子の実景であることから、歴史時代から、お兄ちゃんの愛称で親しまれている。弱と呼ばれることもある。現在は、千葉県富津市在住。車やバイク好きとしても知られ、 ポルシェ 911GT3、トヨタクラウンマジェスタ、ダッチチャージャーなど、約30台ほど乗り継いでいる。上背はなかったものの、強靭で巧みな足さばきを生かして、多彩な技を繰り出し、技能派の名人力士として知られた。また、用紙や相撲の内容は、ジップ、高野花俊明よりも叔父の初代若野花を、放物とさせた。下半身が非常に筋肉質であり、 高濃度俵入りの後ろ姿が筋肉隆々な出立ちで有名だった千代の藤光のものとして誤った形でインターネット上で拡散されたほどである。最大の企業秘密として現役中は徹底して隠し通されていた点があり入門前から左の股関節が弱かったため左を刺されて前に出られる相撲など左の股関節に負担がかかる体制を苦手としていたとのこと。 入門にあたって、父である、藤島親方からは、今日限りお前たちとは、親方と弟子になる。パパとママの呼び方は許さない。親方と、おかみさんだ。分かったなと突き放され、若隆兄弟が、両親に存在を認めてもらうには、稽古を重ねて早期に関取りになるしかなかった。1988年3月場所、四行名若花田として、初土俵。 花の63組の一人で、弟のほか明けぼの、かようらと同期入門だった。初土俵以降順調に出世するも、1989年、11月場所で、史上最年少石取りとなった高花田には一歩、出遅れたが、若花田も弟の後を追いかけるように、1990年、3月場所で、新十両となる。同年、9月場所には、新入幕を果たした。 入幕して、最初の頃は、天聖の勝負感と、強靭な足腰で、相手の攻撃をしのいで技を繰り出して勝つという、勝ち方が多かったが、1992年後半、頃から追っつけに、磨きがかかるようになり、成績も伸びていった。1991年9月場所2日目には、前頭3枚目の地位で、横綱、朝日富士を、右上手投げで破り、初金星を獲得し、 同、九月場所は、自身初の三勝を受賞。さらに1992年に一月場所三日目も、前頭筆頭の地位で再び、朝日富士を右下手投げで下し、二個目の金星を獲得。なお横綱朝日富士は同、一月場所で進退をかけたが初日から三連敗を、喫し、この、若花田の敗戦を最後に、現役引退を表明した。 1991年11月場所で、自身初の三役となる新小結びに昇進したが、7勝8敗と負け越し。さらに、翌1992年3月場所と同年7月場所を相次ぐ怪我で途中休場するなど、小結びと前頭の地位を上下する足踏み状態が続いていた。しかし2度目の再小結びだった1993年3月場所は、 初日から7連勝と絶好調。中日で当時関脇の武蔵丸戦で初黒星を喫したが、12日目には宿敵、当時新横綱の明けのを下し主君の星を上げるなどで、14勝1敗の成績で自身初の幕内最高優勝を達成した。ちなみに優勝した場所は、新大関に弟の高野花がいたが、新大関がいた場所で、 関和結果の優勝が見られた事例は、戦後の15日成果では、史上4例目。1993年5月場所直前に、四個目を若花だから若の花に改名。同、5月場所では、新関脇で10勝5敗と2桁白星を挙げ、幕内上位で3場所合計34勝11敗の成績となったが、3場所前に、全頭3枚目の地位だったことがネックとなり、 大関昇進は見送られる。さらに同場所先集落、当時大関の小西木との取り組みでは明らかに、小西木の手が先についていたのに、行事軍配は小西木の方に挙げられ、しかも物言いもつかなかったため、若の花の負けとされる不運もあったわ、この一番に物言いをつけなかった責任を取り、辞表を提出しようとする事態となった。それでも、 翌1993年7月場所には最後まで優勝を争い13勝2敗の成績を上げ、横綱明保の、大関高野花と共に3名で優勝決定ともえ戦に出場。惜しくもともえ戦初戦で明保のに敗れ優勝は逃したものの三役の地位で3場所合計37勝8敗の好成績により同年7月場所ご文句なしで大関に昇進。 増井山弟高野花に次ぐ親子大関、おじ、実父に次ぐ兄弟大関となった。相撲協会退職、その後の主な活動実業家として、確室の発生と、敬意春馬富士による暴行事件関連高野花との和解企画関連、部の里、吉崎、若強若野花1、若緑、若野花2、第五、若野花三 高野花、花田浩二、花田祐一、峰の腰甲の稽古、花田マサルに関するカテゴリー、若野花のマサルに関するカテゴリー、ありがとうございます。